もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい3つの理由とは。5、今ハマっているテレビ番組を一緒に紹介する。男性が同じ番組を見ていれば、そこから話題が広がるかもしれません。合コンや友達の紹介などの時に効果的かもしれません。男性が同じ番組を見ていない可能性もあるので、できるだけ有名な番組名を挙げるといいでしょう。6、野球、ゴルフなど男性も興味を持ちそうな趣味を紹介する。野球やゴルフなど、男性と一緒に楽しめそうな趣味を紹介すれば、共通の話題が見つかる可能性があります。今、男性と楽しめる趣味を持っていない人も、これからやってみたいこととして、男性が好みそうな趣味を挙げてみるのもいいでしょう。7、自己紹介と離れてないので、と、恥ずかしそうに自己紹介をする。恥ずかしそうに自己紹介をする姿を見て、キュンとする男性も少なくないようです。ただし、うつむいたまま、ボソボソと自己紹介をすると、暗い女性だと思われてしまうかもしれません。恥ずかしくても、なるべく、相手の目を見ながら話しましょう。8、出身地も一緒に紹介する。出身地を一緒に紹介すれば、その土地の話で盛り上がることができるかもしれません。また、男性が同じ地元の人だったら、親近感を抱かせることができるでしょう。地元ネタをいくつか披露する準備をしておくといいでしょう。9、ちなみに、彼氏はいません。と付け加える。彼氏がいないことを伝えることで、恋愛対象として見てもらえる可能性があります。ただし、少しがっついている印象を与えてしまうので、明るく、そして冗談っぽく伝えるようにしましょう。